よく来てくれたわね。早速始めましょう。よろしくお願いするよ。しかしまあびっくりだよ。4パー5で来るなんて、それもボンネットタイプの0番台。これが昔の特急の顔か。結構気になっていた感じ。いくらか興味があるの。どれほどの実力かってより、ちゃんとバトルができるのかってところも気になるわね。見た目で判断されちゃった。自分もどれほどこの車両を扱えるかわからないけど、バトルである以上は負けないつもりだよ。これは見物ね。じっくり見せてもらうわ。あとは壊さない程度にやってもらえたらいいわ。あまり彼のことを痛めつけないでもらえないかしら。大丈夫よ。仮鉄のエンジニアはすごいんだから。そういうことじゃないと思うんだよな。エイリンを出て短絡線を経由して、エイリン、永遠帝の長生きさん、違うそっちじゃない、金穴で分岐して地上に降りた先がゴール駅だからね。予定通り私が出るってことでいいのよね。それでいいよ。まあいずれ抜くけど、わかった。じゃあ引き離してやんよ。それはどうかな？じゃあ行くよ。行きなさい。お飛び出していった。単戦が終わる中盤以降に勝負が動くんだろうけど、どうなるかな。いつもと変わらないスタイルね。これなら余裕でついていけるわね。ぴったりくっついてきているわね。まあそれもそのはずよね。単線区間だし、単線区間で先行列車を追い越すテクニックはここでは使いづらいはずだし。お、来た来た。485系が先行なんだ。次から伏線のはずだけど、どんな結末になるのかしら。気楽にやれば良いと一瞬思ったけど、そんな気分は吹っ飛んだよ。普通にコーナーを曲がり、立ち上がりも悪くない。やっぱり後追いを選んで正解だったわ。ウォーミングアップ区間はここで終わる。本番はここからよ。どっかで抜かされるとは思うけど、いや抜かされること前提で考えるのはちょっと待って、もう抜かされた感じ。後追いじゃない。さて、単線区間といい、さっきの一瞬といい、いろいろ見せてもらった上で言わせてもらった。あなたは私に負ける。スピードは私が勝っているわ。最後の最後で仕掛けて終わらせるわよ。うわあ、こんなところで。そろそろ日泊を過ぎた頃かしら。さらのあの感じだし、きっとこれから追い上げて抜きに来る。でも現実にはチャンスがある。ゴール手前の下り坂の先の右コーナーできっと勝負が決まる。儚く切ってもらおうか。おっと、ここでか。皿が仕掛けた。あっけなく前に行っちゃいましたね。あの抜かし方、もう勝負は決まったようなものかな。いえ、皿さんより現月さんの方が経験は多いはずです。ここから逆転の可能性もありえますよ。やばい、余裕がなくなってきている。ここが最後の途中駅。ああ、前に出た途端こうなるか。あとはゴールに滑り込むだけだし、あっけない感じね。余裕を見せたわね。これでどうかしら。なんとか勝てたのかしら。わずかな差だけど、有明が先に入線していたのがリプレイを見てわかったよ。びっくりしたよ。アウト側から突然突っ込んできたんだもん。それも最低限の原則にとどめて。正直私も驚いたよ。そこのコーナーは原則必須ポイントだし。そうなの？速度制限の標識はなかったよ。そうじゃなくても緩くないコーナーだと思うよ。おまけに私側は S 字を挟むからね。そこの原則が失速となって負けちゃったのかな。そういえばさら、一つ聞いていい？何？あなた布なんて前で一回前に出たでしょ？え？でもあなたは私に前を譲った。それはなんで？何のこと？はぁ、お城の先の鉄橋のところだよね。さあここからが本番だってところだったし、1編成分も離れていた。あの場所で追いつくのは無理だと思うんだけど。え？ちょ、何を言っているのよ。話が全く入ってこないんだけど、現実の錯覚だったんじゃない？あの場所は上り線と下り線が離れている。変な錯覚をするのもわかるよ。勘違いだったの。
かな。新規、何？野球やろうぜ。お前がボールな。その鎌がバットかしら？絶対嫌だからね。だろうと思った。